11月4日、2020の2021。日本カー・オブ・ザ・イヤーを決める第一次選考が行われ、全45台のノミネート者の中から、最終選考会に進む上位10台の10ベストカーが選出された。今年度は新型コロナウイルス感染症、COVID-19 拡大の影響で、一時はイヤーカーの選出自体が危ぶまれていたが、各種イベントの開催方法、開催場所、開催概要などを見直し、実施へと至った。10ベストカーに選ばれたのは、国産車がスバル、レーボーグ、トヨタ、ヤリス・ヤリスクロス GR ヤリス、日産、キックス、ホンダ、ピット、マツダ、MX30 の5台。輸入車はアウディ、イートロンスポーツバック、BMW、2シリーズグランクーペ、BMW アルピナ、B3、ランドローバー、ディフェンダー、プジョー、208E-208 の5台。今後、11月25日から27日に自動車評論家、ジャーナリスト、有識者からなる60名の選考委員によって最終選考投票が行われ、10ベストカーの中から本年度のイヤーカーが決定。12月7日の最終選考会にて発表される。なお、最終選考会表彰式の模様は公式 YouTube チャンネルにて生配信される。